皆さんこんにちは。本日はファン待望のフレンドリーマッチ、コンサドーレ札幌対川崎フロンターレ、解説は中西哲夫さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて中西さん、この試合のどんなところ注目されていますか？はい、まずは両チームがどんな立ち上がりを見せるか見ていきたいと思います。なるほど。キックオフです。サイドを紹介します。右にエンドを取るのはフロンターレ、そして左にエンドを取りますコンサドーレ。右に送って右へ出した、左に振ってきた。ここは堀井、キーパーへバックパス。中西さん、両チームともまだ攻撃控えめのように見えますが、ちょっとまだお互い探り合ってる感じですね。スペースへ出す、タイミングが合わない。セーブ、力のあるシュート、うまく突破しましたよね。はい、完全にフリーになっていましたね。惜しいプレーでした。いい動きしてたんですけどね。前半の15分が過ぎました。ちょっと持ちすぎたか。大きく縦へ出します。送って ここから七瀬、ストッパー佐藤、右へ プレッシャーをかけます。下げてここは箕輪、左へ展開して、そこからジュニー、右サイド長いボール、真ん中へボールが入ってくる。ヘッドで小さくクリア、これもクリア。コンサドーレなかなか最終ラインを割らせません。このボールはスローイン、依然0対0のまま、得点はありません。必死に守ります。最終ライン集中してますね。ワンタッチ、中西さん、あまりシュートの場面が見られませんね。うん、そうなんですよ。とにかく打たれて入りませんからね。一旦後方へ下げます。右にはたいた。前半40分が過ぎました。右へ出した、そして中尾、主審がファールを取りました。今日最初のファールです。逃げ出して前に出した、読まれました。浮き球のパスが出た。ここで前半戦が終わります。それでは中西さんに伺います。前半振り返っていかがでしたか？なかなか見応えのある試合内容でしたね。それでは前半戦のデータをもとにお話伺います。コンサドーレ、ここまでの動きはいかがでしょうか？バランスよく攻撃できていると思うんで、焦らずこのまま続けてほしいですね。ありがとうございます。前半戦が終わったところで0対0、両チーム無得点で折り返しています。それではこの後も試合をお楽しみください。
後半開始です。両者まずは先に得点したいところ。一気に前方へ送る。これはキーパー簡単に抑えました。右に出して、このパスはどうだ。さあこれはスペースに抜ける。狙ってゴールマウスのわずかに左。残念でしたね。狙えなかったんですけどね。ロンターレ、あと少しのところで得点なりませんでした。まあ、シュートで終わってますからまだチャンスありますよ。縦に出した。オフェンシブハーフマルクス。左サイドを使ってきた。下げて大きく前方へフィード。左へ回して、この大きなパスは、あとオフサイドの旗が上がっています。もう一度見てみましょう。これはギリギリのプレーでしたね。後半も15分が過ぎました。縦へ、前に送って、ここまでの戦いぶり、中西さんいかがでしょうか。非常に緊迫した展開で目の離せない試合になってますね。ディフェンシブハーフオニキ、キーパーに戻します。まもなく後半の30分が経過します。ストッパー佐藤、そしてここは砂川、後ろ縦に出して、左を使ってきた。おっとアーリークロスだ。さあコンサドーレ、今日初めてのコーナーキックです。今日最初の大きなチャンスを迎えます。はい、チャンスですよ。誰に合わせるのか、パンチング、クリアした。中西さん、後半に入ってちょっと攻めるシーンが少ないですね。確かにそうですね。でもこのままじゃ勝負つきませんからね。それはどちらも十分分かってると思います。逃げます。右に振ってきた。そして右から日村、パスをつないでいく。ロスタイムへ突入しました。あまり時間がありませんね。確かにないですね。もうこういう時ほど落ち着いてチャンス作ってほしいですね。シュートに行く。上が鳴りました。0対0。今日の試合は両者無得点の引き分けという結果で幕を閉じました。中西さん、本日の対戦いかがでしたか。はい、お互いちょっと攻めきれなかったですね。しかしそれで実力が均衡していたってことじゃないですかね。そうですよね。ご覧いただきました試合は0対0。両チーム引き分けで試合を終えています。そろそろ放送時間も残り少なくなってきました。今日の解説は中西哲夫さんでした。中西さん、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。実況はジョン・カビラでお届けしました。画面のハイライトシーンを見ながらのお別れとなります。それではまた皆さん、またお会いしましょう。